速報、日本の次の相手イランに決定。イラン嫌だけど、誰見ないのマジででかい。アズムンが怖いな。イランは延長120分試合してるからな。疲労がすごいだろう。PK 上手かったから PK まで行ったら負けそう。日本代表ゆっくり休んでくれ。面白い展開だ。日本 VS イラン、お互いにエースが不在の試合。伊東純也はまだわからんぞ。シリアはキーパーがよく守ったんだけど一歩及ばずでしたね。PK 戦まで持ち込んでくれたシリアに感謝。なんだかんだワールドカップ常連国は怖いな。森保はメンバー変えない気がする。イランに決まったんで寝ます。イランか次回。